ましておめでとう。明けましておめでとうございます。1月1日月曜日、時刻は夜8時ちょうどになりました。私たちの元気な源、美女の掟の時間です。この美女の掟は、沖縄や宜野湾市に根ざしたホットな情報をお届けする番組です。今日のパーソナリティは、私みっつーこと大城みつよ。はい、みっちゃんこと島袋みつこ。はい、そしてゆうりこと上村さゆり。はい、この3名でお届けします。はい、皆様1月1日どのようにお過ごしでしょうか。はい、2024年日の絵の辰年ということでですね、辰、龍のごとくということでですね、木火土金水という五行の中で木のエネルギーの年と言われている年になります。ですから木から始まるということで、また新たな10年の始まりというね、年になります。そして、大樹というね、本当にあの幹の太い、上まっすぐ堂々とそそり立つ大きな木をイメージしていただけたらと思います。で、辰年の十二支の中で唯一架空の動物ですよね。そうですね、ドラゴンってね、はい、だからその、木の大樹の木とそのドラゴンっていうね、龍はどこにいるって聞いたら何て言う？三つ。空？ね、空っていうよね。ユリンは？あちこち。あちこち。ね、ということで、本当さっき言いました架空の動物といったように、誰も見たことがない。でも想像の動物で、おそらくこんなっていうね、絵があったり。動物と言われてても、うん、あの東洋でも西洋にもいるんですよね。そうそうそう、両方いるんだよね、うん、だから、まあ、架空の動物と言われながらも、おそらく、まあ、絵にも、うん、それから、なんていうのかな、こう土だったり金物だったり、うん、壁画だったり、いろんなところにドラゴンは、うん、描かれているというね、ものなんですけど、木の絵の辰の年ということで、令和6年2024年はこの2つのエネルギーが合わさった年となります。素晴らしい。そして、はい、強みを発揮できる場所ということでね、このたあの合わせ持ったエネルギーが正しい場所で、しっかりとした美ジョンを持つことが大切な1年と言われていますので、はい、さあ皆さん、もうお正月からね、元旦、一年の経営は元旦にありと言いますので、さあ、その強みを発揮できる、自分の強みとは何かな、ということをね、しっかりと、見ていくという一日にしてみてはいかがでしょうか。はい。そして今年の、2024年のキーワードが、4つあります。メモしてくださいね。はい。はい。まず1つ、見極め。はいが大切です。うん、見極め、うん。そして、俯瞰してみる。俯瞰っていうのは、うん、自分自身をちょっと上の方からね、自分をこう見つめるような形で、しっかりと自分ってどんなふうに考えて何をしようとしてるかなっていうね、自分の行動とか、そういうのをちょっと一歩引いたところから自分を見つめてみるというね、俯瞰してみること。そして、学びましょうと。ね、とても学びが自分の、強みをさらに発揮できることにつながってきますので、うん、何を一年学んでいきましょうかねっていうことですね。で、それによって成長していく年というね、これはもう社会運がそう言ってますので、聞いていらっしゃるリスナーの皆さん、皆さん一人一人が今年のテーマ、見極め、俯瞰、学び、成長ということをですね、ぜひキーワードとして、意識を持って、このお正月にどんな年にしようかな、っていうね、ことを自分の強みということも含めてちょっと振り返ってご覧になられてはいかがでしょうかっていうね、はい、みちゃんからの今年木の絵の立つ2020年のスタートに、対してね、一言、お伝えした次第ですということでね、はい、はい、まあ、詳しくはね、お一人お一人の、運気もまた合わせて見ていく形になりますので、興味のあられる方は、個人鑑定
ね、ご依頼お待ちしておりますので、もう一人一人の運勢ってやっぱりちょっとね、細かく違ってきますので、で、宿命運っていうのが生年月日で決まってますけれども、ご自身が何を決めてどのような選択をする中で進んでいかれるかで、実は運命って変わっていくんですね。ですから、宿命を知って運命を切り開くというのが、とても大事なので、とても良い年にしていただきたいと思って、年の初めちょっとお話をさせていただきました、うん、今年もどうぞよろしくお願いいたします。はい、はい、ありがとうございます。みっちゃんでした、ね、今年は本当にいい年で、はい、去年、ね、いろいろありましたけど、うん、ユリンも、はい、もう本当にユリンは本当にびっくりびっくりの年でしたけど、うん、はい、もうね、今年は、ね、うん、いい年になりますね、うん、はい、もう去年のあれでね、全部 役を落としたかなっていうふうに思ってますので、うん、これでもかこれでもかって感じですよ ね、 だからこう、うん、ね、もう宝くじ絶対当たるからいいなって言われたんですけどね。買わないと当たらないけど。うん、買ってない。買ったらね。そう、うん。あのね、そういった時って当たりやすいって言うんですね。残念。ただ、うん、信じないと当たらないそうです。やっぱり、うん。だから信じて買えることが一番大事ということなので、宝くじってやっぱり当たるんだって思って買う人が当たる確率は高いそうです。うん、はい、なんか私は去年じゃあ当たらないな、うん、私去年伊平屋と伊勢名行った時に、まあ 現地の人も見ない、うん、ハブを見たって言ったじゃないですか、はいはいはい、その帰りに一応宝くじ買ったんですよ、うんうん、結局は300円だったんですけどなんかもうこの300円をね、うん、8名で割るって言ったらちょっとねなので、うん、もう1枚買いました。あ、なるほど、うん、はい、それがね、はい、うん、もう皆さんに一応とりあえず分けられないので、はい、1枚買ってきましたと、うん、はいはい、それがまたどうなるのか、はい、ね、今後が楽しみですけれどもみっちゃんも年末にですね、うん、スクラッチを、うん、2000円分10枚、うん、200円のね10枚買いまして、うん、600円当たりましたあ、ね、1枚当たるかなと思ってたら600円だったんで、うん、あ、幸先いいなと思ってです ね、 いいですね、はい、ということで後でねまた実は買ってあるので楽しみにしたいと思ってます、うん、はい、ね、いいですね、うちの父もね本当に宝くじを買うのがとっても好きで、うん、買うのが好きなのね、買ってそれでもうなんていうのかな、夢物語、うん、家族でやってたんですよ、うん、だから今でも父がね、うん、60に亡くなったんですけど、うん、その後もねお母さんは買って仏壇に、うん、毎年のようにちゃんと、うんね、仏壇に置いてます、はい、うん、私もね知り合いの、うん、銀行も退職されたと思うんですけど、うん、支店長までされてた方がですね、うん、銀行でも宝くじって売るじゃないですか、やっぱり販売成績みたいのがあって、そう、それでねこの、うん、やっぱりいろいろあるらしいので、うんうん、その自分の宝くじを買う口座というのを作って、うんうん、でまあ売り上げに応じてですね、もう自分が買ってっていうこと で結構当たってたらしいんです、でそれを口座に貯めてってそこからまた買うということをずっとやってて、うんうん、意外と溜まったっていうふうに話を聞いてるんですね、うん、はい、だからそれである程度溜まったらどうするのって言ったら、みんなで食事した後に、夫婦で旅行に行くんだとか言ってね話をしてました。退職した後に海外旅行でも行こうかなって、海外旅行を企画できるだけ当たってんだと思ってね昨日ですよね、そうそうそう、ね、やっぱり ね、 31日当たった人いるのかな、またそういうね、どうだったっていうことをね、またお寄せいただけたら嬉しいですね、私のね友達は結構くじ運が良くてですね、なんか毎年買うためになんか当たってるっていうことで、うん、やっぱりこれは自分のためじゃなくて自分になんかしてくれたお友達とかに、うん、なんかそういう方にもなんかやってあげようっていう感じで買うらしいんですよ、うんうん、はいはい、
したら なぜか本当に当たるらしくて、そう、そう、そういう人が当たるらしいですね。そうそうそう、私のようにこう、うん、欲でこう当たったらあの、うん、どこどこ行こうとかそういうふうな人は当たらない。そう、うん、そう、ね、世の中のためにね、うん、何をするとかね、十万よく当たるらしいんですよ、うん、意識のある人に当たるんですって、うん、だからすごいなと思って、うん、してね、10万を取りに行ったらここでは取れませんって言われて、みずほ銀行に10万もそうなんだと思って、うんうん、ね、10万でも、ね、10万でもみずほに取りに行ったそうです、うんうん、なるほど、うん、私のね、あのホテル時代だから独身時代の、うん、もう30年余りですけどね、うん、100万当たった同僚がいるんですよ、うんうん、もうびっくりですよね、みずほ銀行のもうすごいところに通されてですね、応接間に、うん、もうそこでなんかこう書類を書いて、うんうん、後日振り込まれるということでですね、うん、私ね、あの、はい、前にいた職場で、うん、あのたまたま3名で、男の人3名、うん、課長部長、ね、3名でなんか買ってたんですよ、うん、あの1万ずつ出して、うん、そしたらですね、え、係長ってもし当たったらね、うん、あのなんか食事も送ってねみたいな簡単な気持ちで言ったら、うん、なんか 100万ぐらいだ当たったらっていう感じで私言ったんですよ、うん、したらちょうど100万当たったらしくて、それでなんかもうなんかね、もうちょうどあのお正月終わって、あの初、あの1月出勤の時にですね、ちょっとちょっとちょっとみたいな呼ばれて、して1万円持ってるかって言うから、うん、ん、何がと思ったら、あの、ね、ああ5000円を釣り持ってる、うん、なんか5000円持ってるって言われたんで、したら1万円と両替1万円あければいいのにね5000円だったんですけど、してから、え、なんなのって聞いたら、うん、あの 実は100万当たったんだよって言って、 すごい、お前は豊かみたいになってそんな感じで、なるほど、そうそう、みんなであの3名で33万3000ずつ、うん、分けてって感じで、すごい、ね、なぜか知らないけど、だから総務とかにもみんな、なんかケーキが、もう誰も分かんないんですよ、うんうんうん、もう C みたいな自分だけ分かってる自分だけいいねって感じでした、はい、うん、ね、なんかね、夢物語っていいですよね、うんうん、本当本当ね、信じる人には当たりやすい、ね、ということですのでね、うん、さあ今年も幸先いいかなっていうことでね、うん、じゃあ、宝くじは当たると信じて買ってください、はい、はい、コマーシャルですか、これどうすんだろうコマーシャル流してもいいんだけれど、はい、あのそういう指示がなかったから、うん、そのまま喋りましょう、はいはい、はい、そうですね、はい、で、あの我々はですね、うん、女性部が毎年なぜかこの初詣、うん、みんなで初詣行ってるんですけれど、はい、ね、今年はいつ行った方がいいのでしょうか、え、そんな何も持ってきてないいつ行ったらいいかと言われてもどうしたらいいんでしょうって形なんですけど ね、うん、ね、はい、必ずね、あのなんか1日がいい日とは限らないんですよね、うん、そうなんです、で、はい、まあ、あのこの3日がいい4日がいい、うん、それも何時がいいっていう風なのを、ね、いつもね、みっちゃんに、うん、あの、はい、鑑定というかやってもらうんですけれど、はい、すいません今日は何も持ってきてなくてただね、はい、まあ、初詣に関してですね、うん、私あの内地にいた時代が長かったので、はい、それをこう沖縄とあの比べるとですね、うん、やっぱり向こうは本当人がすごいんですよ、はい、で押されてこうギュッでガッとあの、うん、出されて、うん、押されて出されて、それでまた次の人が押されて入ってくるみたいな感じでですね、うんうん、はい、本当あそういったところを振り袖で来るっていう人もね、うん、あの多くて、うん、チャレンジャーだなっていうふうにいつも思ってるんですけれ ど、で向こうでなんとか遠くから、100円玉とか、うん、5円玉とかを投げてですね、うん、お賽銭箱に入ってるかどうかも分かんない、だからあの一番前の人、うん、は多分お金で頭打たれてんじゃないかなって思うくらいですね、はい、大変なあのところを、まあ、書き分けてきてきまして、今年は1月の大安がですね、6日の土曜日になってるんですね、うんうんうん、で1日今日はですね、まあ、あのシャックと言いまして赤口って書くんですけども、うんうんうん、になってるので、シャック
くなる。釈光とかね、釈光とかね、赤口とかね、まあ、さまざま読み方いろいろあるんですが、その日になってまして、でも木の枝のネズミって言ってね、何かスタートするにはいい日にはなってるんですけど、まあそれとまあそのね、赤口が重なってしまってるので、どう判断したらいいかなっていう感じなんですが、はい、でも大安はもう時間も関係なくいい日になっておりますので、6日の日土曜日ですね、はい、じゃあ朝行きますか。そうですね、また考えようかなってね思ってますけれども、はい、ね、という感じです。おみくじとか引いたことあります、うん、その、はい、あ、お正月に、お正月に、お正月どうだったかな。昔は引いた覚えがありますけど、私お正月に引いて、うん、もうね、うん、今日が出たんですよ。3回だ、うんうん、取った今日だるま寺さんで、もう本当に20歳の時なんですけど、40年前の話なんですけど、本当に水に浮かべてちょっとね出るのがあって、それが友達がね、もう私が今日だったから、ちょっと縁起悪いでしょとか言って、もう一回やってって言ったら、また今日だったんですよ。して、と思って、あと一枚引いてって言ったら、また今日だったので、でも本当にどうなることやらと思ったんですけど、本当にでもいい年だったんですよ。そうね、今日からこう上がっていくっていう形なので、して、この間また今日取ったんですよ。本当に。だから、いい年になるかなと思って、しましょう。でね、今日取ったおみくじがそうなら、まあ、向こうでねこう、切って結んでっていうね、まあ、今日置いてくるっていうね、神社に預けてくるっていう考え方でやるんですけどね。台湾行った時は、なんかあっちの人もなんか3ヶ月かな、1ヶ月か3ヶ月でこれはね、そういう占いとかっていうのもね、なくなるってことで、悪いのとっても、もう、ね、それでちゃんと燃やすところがあるんですよ、あそこ。なるほどね、なるほど。だから悪いのはここで燃やしてください、いいのは持ち帰ってもいいですよって、そうそうそう、でね、いいのを持ち帰る人多いんですけど、お財布に入れる方多いじゃないですか、あまり良くないらしいです。1日ぐらいはねいいかもしれないんですけど、お戻りになられたらね、財布から出されて、ね、領収書とかね、そういった お金以外はね、出した方がいいって話がありますけど、おみくじも一緒だそうです、お守りではないので、はい、出してくださいというね。じゃあどこに置けば、別に、やっぱり置き場所はやっぱり高い、高い自分の腰から上の棚にしまうというのがですね、できるだけ高いところに置いた方がいいっていうふうに言われてます。ですね。はい。で、私もですね、今日3回連続で引いたことがあるんですよ。浅草の浅草寺で。で、周りからすると。浅草寺は多いらしいですよね、今日が。あ、そうなの？枚数が多いらしいですよ。今日を引くっていうのは、おみくじに今日が入ってるの？っていう。そう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 。そうそうから始まってですね、いや入ってるよ、私3回連続で引いたから、本当私はだから友達はね、大吉だから、私が取るたびにまた彼女も引いてくれて、したら大吉、全部3回とも大吉、私の友人がですね、ここの神社で今日だったから、場所を変えて神社を変えて引いたらやっぱり今日だった最悪っていうお友達がいてですね、もう 3度目行かなかったのだったら、もう怖くて行かなかったとっていうね、方が。この年はどんな年だったんでしょうね。だから用心して過ごせっていうことだと思うし、おみくじの中にこう心得とか言葉とかっていうのがあるじゃないですか、あそこがやっぱり大事らしいので、皆さんね、大吉か何かっていうのにこう右往左往するじゃないですか、今みたいにね、そうじゃなくて、その言葉、神様からの教えみたいな、そういったところをしっかり読まれるっていうのが大事と思いますのでね、しっかり読んで心得していただけたらと思います。はい、心得の中に結婚ってあるじゃないですか、はい、あれはもう既婚者どういうふうに見ればいいですか、書いてある言葉の状態に応じて、結婚してらっしゃる方はどのように過ごしなさいとかですね、はい、そんな形で見ていただけたらいいかなと思いますけどね、まあ、私は自分が該当するところだけ見てます。例えば学業とかね、学生の時は気にして見てましたけど、
うん、まあ、そんな形で、まあ、自分に該当する欄を中心に見ているという形ですかね、うん、はい、ということで、まあ、三が日ね、天気が良ければいいなと思ってますけど、うん、もしかしたらまた降るのかなっていうね三が日ね、天気ね、うん、こう崩れがちになりますよね、うん、そうですね、うん、どんなかなと思っていますけども、うん、はい、また雪降ったりしてね、沖縄にねえ、なんか寒くなるとそれを感じたり、うん、あと地震ですね、うん、これがねちょっとやっぱり気になるっていうね、うん、あの、はい、寒くなると冷えると、うん、やっぱりちょっと圧縮されるので、うん、はい、マグマが発生してこう、うん、外に出ようとするというね、なんかあるらしいですね。だから冷えの後に大きな地震が来るっていうのもよく言われてるので、はいはい、ちょっと気をつけていきたいなと思っております。今月ね、ユーリンと豪華客船の旅行ってきます。そうですね、行ってきます。はい、はい、ぜひぜひクルージング、ね、はい、あの楽しんできてください。リエット2人、はい、番組をお届けしたいと思いますので頑張りたいと思います。留守番組は頑張ります。ユーリン、この髪で行くの？うん、そうもちろんでね、あと商工会女性部からのお知らせで、はい、18日ですね、はい、木曜日、はい、うん、はい、あの認知症サポーター養成講座を開催いたしますので、はい、はい、時間は6時、時間は18時、そう、6時から20時まで、はい、ということでですね、商工会館の3階ですか？そうです、はいはい、3階の方でお待ちしております、はい、これは一般の方も OK ですか？はい、OK です。お、すごい、うん、はい、認知症サポーター、そうで、ごめんなさい、受講料、私ちょっと行けなくて、うん、本当ちょっとね、ごめんなさい、割り振りがあったんですけどね、はい、ちょっと頑張ってみたいと思います。はい、はい、で、あの受講者には、カード、養成講座の受講カードを、はい、漏れなく発行いたしますので、はいはい、頑張ろう。ちょっと前まではね、なんかあの腕輪だったんですけどね、うんうん、なるほど、うん、はい、なんか評判悪かったらしいですからねカードの方がね、うん、そっとね、こうね、入れておけるっていうのもありますしね、うんうん、はい、楽しみにしてます。はい、お願いします。1月18日、18日木曜日、はい、夕方6時ですね、うん、ぜひ、はい、あの、お申し込みの方が、はい、宜野湾市商工会まで、うん、ご連絡いただけたらと思います。お願いします、はい、お電話番号 098-897-0111、 素晴らしい、01が3つということでね、うん、商工会までお電話していただいて、うん、女性部の認知症サポーター、うん、講座、うん、受けたいですっていう形でね、うん、はい、美女の来て聞きましたっていうふうにね、言っていただけたら嬉しいです。嬉しいですね。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。ね、今年もなんかね、うん、いろんなことてんこ盛りになりそうなので、うんうん、もうあの、ミッツーとユーリンが豪華客船のクルー、はい、クルージングですね、行ってきたらまたそのお話も聞けると思いますし、はいはい、もう1月もなんかね、いろんなことでてんこ盛りになりそうですのでね、うん、だから船がねすごく広、うん、大きい船なんで、ね、なユーリー今100メートル歩くの大変っていうから、うん、やばい、だから端から端まで歩けるかなと思ってもうそれだけでいい運動になるんじゃないですか、もしかすると、うん、だからさ、ね、なんか車椅子でくる、あの、それを問い合わせしたら、うん、あの、車椅子対応はしてるけど、あの、用意はしてませんって言われてですね。自分で持ち込まないといけないと。自分で持ち込まないといけないんですよ。うん、はい。頑張って歩いてください。だから途中で、あの、普通だったら休める場所があるけど、うん、この100メートルの間に休める場所があるのかどうか、あ、椅子を持って歩けばいいの。そんな感じで。やっていきますね。どうにか、あの、うん、はい、歩けるように頑張りたいと思います、はい。帰ってきてからの話が楽しみだな。そうですね。で、まあ、2月はね、うん、また2月で私も、うん、今度は娘と、まあ、デート、うん、が予定してるので、うん、今日もチケット取ったんですよ、頑張ってどこに行くの、うん、神戸の方なんですけど、うんうん、1人1万8000の チケット取りまして、うん、はい、いいな、楽しみで、うん、楽しみです。みっちゃんは2月の6日火曜日アシビナーで、うん、歌謡ショーに出ます。そうでしたね、はい、はい、ハワイでね、うん、あの、大きな火事がございましたけど、うん、そちらへのチャリティー支援ということでですね、うん、おかげさまであのチケットの、うん、ご用命もすごく多くてですね、うん、あの、もしかするともう、もう売らないでっていうぐらいのなんか声にかかってるらしくてですね、うん、
あのラジオで放送してるよって言ったら、みつこさんもうなんか大変なことになってるとかっていう感じで、はい、主催者があの喜びの悲鳴を上げていました。とても楽しいね、うん、企画で進んでいるようですので、うん、チケットねお持ちの方どうぞ2月6日火曜日、うん、アシビナでですね、歌謡ショーありますので、うん、来ていただけたらと思います。ちなみにチケットは1000円です、ね、はい、はい、ということです。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。みっちゃんの大好きなスマップの曲が聞こえてきましたね、うん、ということはそろそろエンディングかな。う、はい、もう、うん、もう1分半となってしまいましたけれど、はい、もう幸先いいですね、うん、はい、そうですね、本当に、うん、来週のテーマは、うん、来週のテーマ何でしょう。今年どのように過ごそうかなということにしましょうかね、うんうん、そうしましょう、はい、皆さん先ほど話しましたね、うん、自分の強みをどうぞ探してみてください、うん、はい、はい、そういったことで、来週のテーマ、うん、今年どう過ごそうか自分の強みを見るということで、はい、はい、お待ちしております。お待ちしております。じゃんじゃんね、はい、お寄せいただければと思います。はい、はい、あと1分となってしまいましたが、はい、はい、なんかね、収録はね、うちら慣れないからなかなか、はい、あのなんですけれど、みっちゃんはもうスマップの曲聴けても幸せな気持ちになっております。よかったよかった、うん、はい、はい、それでは、また、来週も聞きに来てくださいませ。はい、今年もどうぞよろしくお願い申し上げます。一年よろしくお願いいたします。はい、それでは、また、美女の起きてよろしくお願いいたします、はいはい、最後まで音楽聴いてください。